大麻を栽培して月にならすと100万くらい作れるようになりました。もともと雑草なのでほぼ放置で育つので時間が余って今です。今の時間で次の週につなげることを始めたいんですが、物販で栽培道具を売る、情報商材で栽培ノウハウを売る、全く違う男です。ひろゆきさんでしたらどのような方法を選ばれますでしょう。僕だったらさっさとやめて逃げますね。たかが100万じゃないですか。で、捕まって栽培で毎月100万売り上げてるとすると、もう執行猶予つかないんですよね。で、刑務所行きなので、時間の問題で刑務所に行くので、もう今からごめんなさいって言っても、もう絶対裁判になるので、もう逃げるしかないですよ。なので、手を広げれば広げるほど足がつきやすくなります。なので、早めに諦めて10年ぐらい逃げた方がいいんじゃないですか。